にちは、旅人さん。なんだか元気ないみたいだけど、どうかしたの？よければ私に話して。バーバラがあなたを元気にするから。なんだか恥ずかしいね。バーバラに会えるだけで幸せ？そう思ってくれるなら、すごく嬉しいな。ん？どうしたら元気が出るかって？ピリ辛小魚。ピリ辛小魚100匹くれたら教えてあげる。今から言うことは、絶対誰にも言っちゃダメだよ。じゃあアイドルの秘密を一つ教えてあげるね。元気が出ない時はね、このノートが支えてくれるの。ただのノートじゃないよ。みんなからの応援と期待の言葉が書いてあるんだ。もちろん批判もね。ここに書いてある言葉が私を前へと進めてくれる。例えば、スイートフラワーミルクの甘さが10だとしたら、バーバラはスイートフラワーミルク10杯分だね。もう、こんな恥ずかしい言葉、みんなどこで覚えてくるのよ。あなたもこのノートに書きたい？もう、私をからかわないで。あと、秘密を守る約束も忘れないでね。けど、また私とお話ししてくれるなら書かせてあげなくもないけど。あ、今日はまだ大聖堂のお仕事が残ってるの。大丈夫だよ。またすぐに会えるから。楽しみにしてるね。それじゃあ、バイバイ。